はい、始まりました、シューちゃんオートです。本日いよいよ優勝戦でございます。令和グランドチャンピオンカップですね、今日また9レースから最終レースまでやっていきたいと思います。今のところ走路の方はですね、ブチ発表にはなってるんですけど、ほとんど両走路でございます。そして結構、日が照ってるんでね、どうかなっていう形はありますけどね、最終日、まあとりあえず事故なくですね、無事完走していただいて、いいレースを繰り広げられていただければというふうに思っております。今日も最後までご視聴ください、よろしくお願いいたします。さあ9レースですね。ここは1番の三村選手、あとは6番の鍋圧、1番6番コルニチャで勝負。さあ鍋圧最終日一発スタートしっかり決めて、三村さんも逃げて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 逃げまくれ、スタートしていきました。さあ鍋圧そこからどうだ、行く道があるか。4番の春本が前まで入ってった。7番の浜野が外からジャストミート、スタート4番手、8番の内山も乗っかってきています。5番川口、さあ鍋はそこで、あそこ行けないときついよ。0、1番三村逃げ展開です。そこ行かないのか。7番の浜野が2番手に上がってきました。4番の春本がその後ろ、8番の内山も追走して3番手浮上か。一周のバックストレッチに抜けていきます。1番の三村リードがなくなってくる。7番の浜野の速攻展開、いやー最終日の浜野さんか。その後ろ6番の渡辺です。3番の福村、4番春本下がって、失速三村さん、5番川口、2番松井が後方です。レースは残り4周を切っていきます。7番浜野のレース、8番の内山です。20戦の外枠両者の戦いになります。1番の三村が粘っています。3番手です。何も言えねー。先頭7番の浜野、2番手8番の内山、3番手が1番の三村、その後ろ6番の渡辺、3番福村、レースは残り半分です。7番の浜野スタートから果敢に攻めていきました。結局これ最重版の三者で決まりそうな感じがするけど、2番手追走となる。1番の三村、その後ろが6番の渡辺、3番手争いが接戦模様。外から伸ばしていきます。レーサー残り2周を切っていきます。7番の浜野、8番の内山、 そして6番の渡辺が3番手後ろが届いたって形ですね。2番手外並んできました。抜け出したのは7番の浜野、鍋圧もったいないな、車でったのに。6番の渡辺です。離された4番手に1番三村、3番福村です。青旗もあります。残りは1周、最終周回となります。7番の浜野、それだけ綺麗に抜けてね、内山選手の外までからで抜けるぐらいだから、車はいいんですよね、もったいない。6番の渡辺が近づいてくる。2番手追走、8番の内山が3番手、最後の直線に入りました。最終日浜野さんおめでとう。そして6番渡辺、角度がある10メートルのスタート。さあ10レース10メーターオープンの発射立て、こちらですね、最終日といえば中村雅人、こちら一択で勝負でございます。クロちゃんにスタート乗っかってって、雅人しっかり頭で来い、スタートしていきました。1番の伊藤翔、平坂さんたち、7番の黒川が乗っかっていく。さあ雅人内に潜り込んで、5番の吉原が2番手、潜り込めないか、そこいけねえか。1番の伊藤翔馬の懐上がってきています。5番吉原が先頭、3番手にインコース上がってくるのは7番の黒川、外は4番の砂火です。レースは1周目に入ります。8番中村雅人は5番手の位置、2番掛川が6番手、その後ろ3番の岩下、6番の平田です。レースは5番吉原がトップを奪って、1番の伊藤翔馬食らいつきます。伊勢崎勢です。7番の黒川がその後ろ、8番の中村雅人が4番手に上がってきています。レースは残り4周を切っていきます。よし行ける、5番吉原、1番の伊藤翔馬変わりなく、7番の黒川が3番手、8番の中村雅人が一気に、7番の黒川のインコース、
このイン差しが決まってくる。こじ開けるか中村雅人、外で抵抗するのは7番の黒川京介、一社一社で8番の中村雅人が3番手に上がろうかというところ、まだまだ決着ついていないのか。7番の黒川が外で応戦、先頭2番手が逆転成功。1番の伊藤翔馬が5番吉原の懐上がってきています。1番伊藤翔馬、5番吉原、8番の中村、7番の黒川、3番の岩下です。1番の伊藤翔馬、途中逆転しました。5番吉原が2番手です。8番の中村が3番手、2番手に上がってくる3コーナーです。5番吉原先頭に立ったんですが、ただいま3番手まで下がってしまった。まさとこれだったもん、見えた。青旗もあります。残りは1周、最終周回です。6周1コーナー飛び込みを見せるのは6番の平田です。ここは5番手の位置、先頭2番手、最後変わる最終コーナー、8番の中村雅人がトップを奪います。1番の伊藤翔馬が2番手、3番手争いは5番吉原、7番の黒川、インコ下がってくる。まさと中村トップチンカー。スタート注目です。さあ完璧な出走路になった11レース、ここは1番のあやちゃん、あと2番のおじ選手、1番2番コロンちゃんで勝負。あやちゃん今節頑張った、素晴らしい、最後もしっかり走って1番2番コロンちゃんで来い。スタートしていきました。あやちゃん残せ。1番の松尾や後ろのスタートを残していく。3番の佐々木が10メートルから好スタートです。6番の岩崎良一、8番の荒尾、内から潜り込むのは7番の若井智和です。若い友達が今日は佐々木より先手を奪おうとしています。一周の3コーナー、7番の若井が2番手、外強襲6番の岩崎良一、その後ろ3番の佐々木です。荒尾は 5,6 番手になりました。レースは2周目、早くも7番の若井が1番の松尾を捉えました。先頭は7番の若い友達、2番手1番の松尾、3番手6番の岩崎良一です。あ、メタイヤ入ってもあやちゃん、岩崎良一と、でも頑張って、あやちゃん3番の佐々木スタート行ったんですが5番手に下がっています。切り返しの前線、8番の荒尾さん、3番手不調の1コーダーです。頑張って2着まで行ってみろ。7番の若井が抜け出します。1番の松尾や2番手粘る競争です。若さすがじゃん。1番の荒尾が3番手から2番手上がってくる3コーナー、6番の岩崎がその後ろ、4番手の位置です。ちょっと滑ってんな、あやちゃん。2番手が変わっていく。内から内、8番の荒尾が2番手で上がってきています。やっぱりなかなかこの最終半勢をしのぐのは難しいから。半分となりました。1番の松尾屋、でも頑張ってる頑張ってる、加速したい。5番の荒井啓太が6番の岩崎を逆転して4番手から3番手上がろうかというところです。7番の若井は早めに頭に立ちまして、ご覧のようにぶっちぎり、7番の若井が先頭、レースの残り2周切っていきます。7番の若いケイタもだいぶ良くなってきたね。人気の2人抜け出しました。ケイタ2着まで行くんじゃん。これ5番荒井ケイタが3番手、1番の松尾は下がってしまった、4番手6番の岩崎だいぶほら、その後ろ3番佐々木です。2番のうち最高峰が4番の神谷となりまして、青旗もあります。残りは1周、最終周回です。ケイタ行っちゃう。7番の若井は抜け出しました。8番の荒尾が2番手、5番新井が3番手並んでくる。ああ、られちゃった。2番手争いは最終コーナーもつれるのか。7番の若井友勝抜け出しました。8番の新井を2番手取り切る。ちぎった。5番の新井が3番手になって最後の直線です。おめでとう。7番の若井友勝、8番の新井。8周戦です。選手への声援よろしくお願いします。優勝戦の発走です。
さあいよいよ優勝戦、ここまで来たら水木頑張って頑張って頑張って、頼む。針が動きます。そして高谷も頑張れ、高谷も頑張れ、いけ水木、スタートからじゃ優勝戦、来い。赤ラップだ、赤がついてしまった。7番車フライングのため再発送といたします。8番、6番、4番、8番、6番、3番が人気です。水木痛恨のフライング、ブルーランプ消えていきます。でも出だしは良かった、あとはタイミングだけしっかり。高谷ももう一回頑張ってくれ。3秒切りました、2秒。さあ水木もう一回頑張って、優勝戦スタートしていきました。3番の金貝がスタートしていきます。01番広瀬、後ろのスタート残しました。2番山本、スタート不発で8番手になりました。1番の広瀬を捕まえるのはインコースから、3番の金貝が交差巻き、インコース上がってきています。4番長田も好ポジション、6番の中村京介が狙っています。3番手の位置から2番手を押し上げる、レースは2周目です。3番の金貝がトップを奪いました。6番の中村京介が2番手上がろうかというところ、4番の中田が外で応戦します。気合の走り見せています。7番の小林です。誰が1度目はフライングでしたが、ここは4番手です。8番の佐藤孝也、その後ろが5番の松本、下がりました。今山本、1番に乗って、3番のピッチがあんまり上がっていきます。さあどうする、ここからが長い道のりとなります。3番の金貝です。グレードレース初優勝がかかります。4番永田です。初代チャンピオンが2度目の G1 タイトルへ、3番ダラスが勝る形になりました。インコースは6番の中村です。7番の小林が外巻くのかというところ、レースの方に押しを切っていく。水木外3番金貝がインコースしっかりと守っています。4番永田も中間コースで食らいついている。7番の小林にもチャンス到来か。8番の佐藤高山も上がってきています。6番中村京介、インコースから我慢の競争となるのか。4番が立ち上がっていく、インコースが空いた、一発勝負決めるでしょうか。中村京介飛び込んでくる、1コーナー6番の中村京介がトップを奪いました。3番の金貝が2番手になる、8番の佐藤孝也、4番の永田が下がってしまった。先頭は走っていた3番の金貝は2番手追走に変わります。8番の佐藤孝也、7番の小林に続き、レースは3周を切っていく。6番の中村京介、3番の金貝、8番の佐藤孝也、どうする。3番の金貝を巻くのかというところ、7番の小林も負けておりません。ただいま4番手、そしてスタート後後方でした。2番の山本が上がってくる、意地で根性で5番手追走、レースは残り1周を切っていきます。6番中村京介です。今年は SG ファイナルを経験しました。すごい、飯塚の G2 タイトルが取りました。すごいその中村京介が悲願の G1 タイトルへ、残りはあと1周半となってきます。勝負かけてる。8番の佐藤が上がってくる、水木頑張れ、佐藤が2番手追走、青旗が上がって残りの1周、最終周回です。6番中村京介の G1 初タイトルか、それとも8番佐藤孝也、相性抜群の採用でこのレイちゃんクワラットチャンピオンカップのタイトルを手にするでしょうか。6番の中村京介が抜け出しました。最後の直線に入る、初めて見た。6番中村京介 G1 初タイトルだ。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。走路が乾いてきて、いや走り方がね、皆さん5人固まった時どうなるか全然わからなかった。いやすごい面白いレースでしたね。本当に最後の最後までわからなかった。そんな中中村京介選手本当におめでとうございます。そして高谷ね、外回った高谷ね、走路がここが効くと思ったところをすごい、レースをしててね、勘でしょうね。うん。いやでも水木も欲しかった。でもね、本当に面白い優勝戦でした。素晴らしい発集会。本当に選手の皆さんご苦労様ありがとうございました。ということで、本日のシューちゃんオートですね、令和グランドチャンピオンカップ見事、中村京介選手が優勝ということで、これにて終了とさせていただきたいと思います。皆さん、5日間ご視聴いただきましてありがとうございました。最後にお願いです。皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。